イガ人症は、主に免疫グロブリンの一種であるイガが、免疫複合体を形成し、人子球体メサンギウム領域に沈着することを特徴とする疾患である。1968年に、フランスのベルジェラが提唱したことによりベルジェ病とも言われる。後発年齢は10代後半から30年代前半であるが10歳未満でも50歳以上でも、発症することもある。 患者は男性に多く数倍の性差が存在する。日本における慢性子宮体人炎の30から40%を医が腎症が占める。この割合はアジア太平洋地域、フランスイタリアなどの南を、北アメリカ、南アメリカの順に低くなる。治療中の患者数は国内で年間2万から3万人と推計されており、特定疾患に指定されている。 急性上気道感染症、消化管感染症や過労、寒冷曝露を伴った場合に、肉眼的血尿が見られる。しかし実際には、初期段階は無症状であるため、学校検診や職場検診における検尿で、顕微鏡的血尿を指摘されて偶然に発見されることが最も多い。病態の進行、悪化速度は個人により実に様々であり、 約4割の人が数年から数十年で末期腎不全に至るとされる。この過程で高血圧や血液検査異常が出現するので、これらを検診などで指摘されて初めて胃が腎症と診断されることもある。なお、経過中にネフローゼ症候群を呈することは稀である。国内では人生検の所見により4群に分類され、 予後の予測と治療方針の決定に用いられる。経過中に他の群に移行することがある。低リスク群透析に至るリスクが少ないもの中等リスク群透析に至るリスクが中程度あるもの高リスク群透析に至るリスクが高いもの超高リスク群5年以内に透析に至るリスクが高いもの構成症、特定疾患進行成人障害調査、研究反射段法人日本、 腎臓学会合同委員会、胃が腎症治療診第三拝より、引用経過や尿検査などから、胃が腎症が疑われると、入院の上で腎生検が行われ、その結果により診断が確定する。基本的に、腎生検の病理診断以外に診断を確定できる、検査所見はない。尿所見腎生検血液検査腎生検の結果に基づく。市販病生人炎。 肝硬変症、ループス腎炎などの胃が腎症と同様にメサンギウムに胃が沈着をきたす疾患とは各疾患に特有の全身症状の有無や検査所見によって鑑別を行う。一時期は予後療法の症例だと考えられていたが、1993年のフランス、日本における胃が腎症患者の予後20年の結果で40%前後が慢性子宮体腎炎を経て、 末期腎不全に陥ると報告されたことにより、予後の見直しが進められた。およその判断基準として、病院初心時の血清クレアチニンが高値であること、タンパク尿の陽性、高血圧の合併などは、腎臓の良好な予後を示唆しない。また、人生圏で後半内と球体の効果と、尿細管間質の障害がある場合も同様である。その一方で、 肉眼的血尿を繰り返すだけの場合の予防は良好である。ありがとうございます。